単純に予定を崩したいっていうよりは一緒にいたいっていう、まあ好きの裏返しだな。まあ企画といたしましては、まあ、まずスカイピースの撮影をします。その後に、まあ、どれだけ返さないかっていう戦いです。現在夜の8時なんですけれども、まあ、日付変わるか変わらないかぐらいまではちょっと引っ張りたいな。本日なんですけれども、僕たちの可愛い可愛い後輩のまつげんくんの誕生日ということでですね、スカイピースにまつげん祝われたらめっちゃ嬉しいよね。すごい思い出だよ。まつげん祝ってくださいって言って残すのはちょっと野暮というか、スカイピースも気使うから、そこはノリでいきましょうということで、本日はスカイピースを返しません。ただ事前情報があります。ジンタンさん予定あります。ジンタンさんは返さないかな。ジンタンさんは今日返したいと思います。ノリ的にジンタンは止めないっていうのは一応約束として持っとこう。テオ君は予定ないんですよ。ないくせに帰ろうとするのいつも。マジでそうだね。マジでないやん、あの人って。これやっぱ僕たちのスローガン、地元の寮全国へなわけなんですけど、やっぱ昔からこう夜中どっかに集まって話すみたいなのあったわけじゃないですか。その時誰か帰ろうとしたら、いや、もうちょっと話そうよ。まあ日和だったらちょっともう一服しようよ。うん。そのもう一服が、もうさらなる時間を生むわけじゃないですか。やばいよ、あれは。その地元の寮をスカイピースにぶつけるっていう挑戦なので、めちゃくちゃ話し込んでもいいですし、まあ最終手段物取ってもいいしね。そういうところで、まあ強引にスカイピースを引き止めていく動画になります。僕たちもどうなっていくかわからないんですけれども、帰るのか帰らないのかみたいな部分で、ね、注目して見ていただければなと思います。はい、それではやっていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。よし、はい、カット。お疲れ。なんでその終わってないみたいな。使うの。今日ケツあるんですか。ないでしょ。あるわ。え、なんでですか。それ教えれない。えぐい。なんでですか。なんだ。それ教えれない。俺も教えたい。え、じゃあ教えて。教えたいんだよ。二人でのケツですか。え、そっちから。テオ君は。テオ君どう。僕ない。おお。え、本当に。え、個人撮影ですか。うん。個人撮影ですか。個人撮影じゃ。出ました。個人撮影。サオちゃんと会います。おぉ、じゃあ急いで帰らせて、急いで帰らせてあげて。あ、麦の気持ち考えてくださいよ。あっちゃんガチ恋してんのに踊ったもんね、一緒に。もう音も届いて、そんな話は聞いてない。お前は進み状況どうでもいい。行くな。ジンタン、え、お疲れ様でした。あー、服がなくなってる。次は服がなくなってる。時計の次は服がなくなってる。上着がない。ヒューガスカイハウスですか。違う。エナメントの中心ました。さっきあったやろが。何のブランドですか。ザ・バレンシアガ。あ、ザ・エナです。ザ・バレンシアガ。ザ・バレンシアガ。それリナミの時に撮っちゃったとない。ない、危ない。お前リナミって言うか。もうジンタンもう本当に危ないんで。大丈夫、時間ない。絶対に一緒に帰る。いや、わかった、待って待って。ごめん、違う。え、取って、だってヨギボーだってなって、ユータバー走り出して、ヒューガー、ユーマバー、あっちゃんバーって行ったじゃん。バー探して後ろ向き振り返ったら、ヤマト来てなかったもん。カメラ充電しました。充電しない。いや、切って充電しない。カメラ充電しない。こんな疑われるんだったらもう帰ります、僕。ごめん、帰らない。こうやっていいだろ。こうやって帰らせていただく。そうですね、ジーナ、ほんとにジーナ、ほんとにすみませんね。じゃあ僕帰れもね。ほ、大丈夫ね、みたいな。すいません、本当にお疲れ様でした、ジンタ。全然いいよ、みんなも手伝ってあげて。じゃあ見つけられますよ。お任せください。お疲れさまでした。お疲れさまです。ほら、いなくなっちゃった。滝よな。おい、なんだお前、待ってくれてたの。あんだけ待った滝よになんてこと言うのよって。結構帰るっていう雰囲気になってから、今日ありがとうねって5、6回言って全然帰らなかったぜ。どれがいいか分かんなくなるでしょ。まだいるよ。悪口聞かれた。いや、もう大丈夫ですか。買います。あ、ですよね。やばいっす、マジで。ありがとうございました。何も、てか、伊達目くんが。じゃあ言う。俺の相方のこと伊達目って言ったね。キングですか、俺。感じキングだろ、伊達目。キングだろよ。伊達目って言うね。え、何聞こえてる。そんな壁薄い。え、そんなマンションかな。すごいいいとこなんだけど。つけてんだよ、右。にしては歩いてきた感で入ってくるんだ。